1着は岐阜高校の斉藤君4分2秒502着総大本庄の佐藤君4分3秒033着岐阜高校の本郷君4分6秒07記録確定に変わりました。男子1組の結果が出ています。この後の第2組は3名欠場の19人の出場です。男子 1500m 競走第2組スタートです。400m 通過が64秒、先頭は岐阜高校の鈴木君。800m の通過が2分10秒でこの1周66秒。ただいま先頭グループは3人、岐阜高校の外側から上がっていきます。赤と白のユニフォームが坂戸西高校の松浦君。第4コーナーで途中 1000m の通過。2分44秒。先頭立ちましたのが坂戸西高校の松浦君。タイがなりまして残り1周ちょうど3分。松浦君 1200m の通過3分17秒でこの1周66秒。残り 200m。
3分50秒。ただいまの第2組の速報が表示されています。1着は坂取市高校の松浦君、4分8秒77。お待ちください。女子の 1500m 競走3組の結果が表示されています。公式公認記録です。1着山崎さん坂戸西高校5分13秒99、2着村岡さん浦和第一女子5分16秒70、3着小川さん浦和第一女子5分17秒52でした。以下はスクリーンをご覧ください。スクリーンには男子実施競技の走り幅跳びの結果が表示されています。続いて高校男子走り競技の走り幅跳びの結果です。続いて男子実施競技砲丸投げの結果です。
続いてのトラックは男子 1500m 競走の第4組です。4名欠場の18名の出場です。41秒、この1周76秒。トーマハイが贈られます。第2位、宮本玲君 KTVC 4m50。第3位、原沢勲君上尾市立教 2m60。以上でトーマハイ男子棒高跳びの表彰を終わります。おめでとうございました。続いてトーマハイ高校男子棒高跳びの表彰です。中央優勝者は高橋良也君 KTVC、 記録は4m10。第2位、佐藤彩人君松山高校4m0。
長谷川紫音君、羽生第一高校3メートル80。以上で東部杯高校男子棒高跳びの表彰を終わります。おめでとうございました。続いて東部杯中学男子棒高跳びの表彰です。今年度の優勝者は山400m の通過62秒、前半72秒、小池君と先頭を引っ張りますのが走過中の2人、浜野君と羽賀君です。走過中の2人、34番が浜野君、35番が羽賀君です。先頭は34番走過中の浜野君、 800m の通過2分28秒でこの1周75秒。ひと度先頭桶川高校の小池君、先頭変わりまして黄色のユニフォームが羽生第一の谷合君、ここで4分30秒4分35羽生第一の谷合君フィニッシュです。4分45秒4分50秒554分42秒94でした。続いてスクリーンの表示は先ほどの第6組の確定記録に移ります。1着山本君、立教リーザ高校4分33秒35 2着広瀬君、同じく立教リーザ高校4分34秒903着岡部君、羽生第一高校4分35秒69でした。先頭60番が龍舞君、 1000m の通過が3分ちょうど。さあ独走になりました龍舞君、鐘が鳴りまして残り1周3分20秒
先頭のリオマイ君残り 100m 今4分15秒、4分20秒、4分25、30、4分45秒、50秒、55、5分、5秒、高跳びの結果が表示されています。一等安江沙耶さん福岡中 1m46 577点、二等荒木さん古賀大日中 1m43 544点、三等佐藤さん川越寺尾中 1m43 544点、以下はスクリーンをご覧ください。男子実施競技の砲丸投げの結果です。一等針谷君国際武道大学中大大学 8m67 406点、三等佐藤君郵政館 AC 7m54 339点でした。坂戸西高 10m81 534点、三等佐藤君翔平 9m58 460点でした。佐藤竹島君鶴ヶ島 9m90 480点でした。